皆さんこんにちは、ダイタラーです。オクトパストラベラー、今日もやりましょうか。さて、新しい町に到着しました。なんかこの地方で一番大きな町らしいです。いっぱい勉強して学者になるんだ。そう、学者の町らしいんですよね、ここ。大きな卵を拾ったんだ。卵くれへんか。で、サイラスってやつがなんかいるらしいよね。買い取る値引き、買い取る値引き確率アップ情報やって。やった、よし。じゃとりあえず盗んじゃおう。卵を持ってる。いただきまーす。なんか献上する料理に必要なものっていうのがめちゃめちゃあるんですよね、さっきから。何か作るんでしょうかね。あ、小学で買い取ってくれる。盗もう。よし、 100% シリーズ。こんなちっちゃい子供から俺盗むなんて、なんて悪いやつなんだ。隠されたアイテムの情報だね。ありがとな。あざす。まあ、どっかにあるでしょう、隠されたアイテムシリーズは。うん、酒場がここが。チッスー。こいついつものバーテンダーですよね。こんにちはっす。ああ、酒のつまみには五回流が最高だよな。酒のつまみってみんな何が好き？何が、酒飲まねえ人にはちょっとあれですけど。ああ、失敗すると関係性が悪くなる。あ、そうなんだ。ねえ、なんだろう。俺肉がいいな。さて、カニですね。シンクガニ。とりあえず 100% なの盗んどこうか。隠されたアイテムの情報でーす。あざすー。こんにちは。俺の斧に興味を示した。そこらのやつが違うらしいな。なんかいい斧持ってんの？ねえ。I am axe。クソ弱かったですね。全然いらねえものばっかよこしやがって、おめえ。隠されたアイテムの情報だ。ありがとな。よし。では、どんどん、あ、なんかアイテムしよう。やったぜ。寂しい財布。さあ、武器屋か、ここが。見てみましょう。なんかいいのないかな。なんか、杖が欲しいの欲しい、杖強いの欲しいと思ったけど、今、あれだね、オフィリアちゃんが、ね、外しちゃったから、特にいらないのか。ってこと考えたら、特に誰も今、装備欲しいのって言ったら、テリオンくんが防御力クソ低いから、欲しいなってぐらいか、テリオン、ハンイットが、ハヤテの服だったっけ。あれ、装備してるから、1万4000か、お金いくらあるの俺って。2万4000しかないんだね。いや、ちょっとまだ置いとくか、お金。お金いくら必要になるかわかんねえし、この後。ね。で、ストーリーで仲間なるやつ、サイレスくんでしたっけ？いつ仲間なってくれるんでしょうか？とりあえず 100% だけ盗んでおきましょう。なんもないですね、欲しいのが。導く必要レベル緩和。ありがとな。おー、導くか、でも。導くやったら別にいらんかな。導くは、今パーティーから外してるオフィリアの特性ですよね。オフィリア入れた方がいいのかな？悩むね、ほんと。どっちがいいのか。増強ナッツ。ナッツやつー。あれ？新しい仲間がいないんだけど。なんでだ？どこ行った？すいません、知らないっすか？え？どこだ、マジで。こっちか、王城の方が。こっちで、奥の方。多分、王城前。はい。やってきたぜ。お城、あ！お城の前でよ、どやっとるやんけ。こいつですね。隠されたアイテムの情報。ありがとうな。で、とりあえず、そのね、話しかけて仲間にするまでに、いろんな人に話しかけて、関係性悪くしていきましょう。いろんな人に話しかけて関係性悪くするってどういうことやねんって話だけど。なんすか、サンダーは。で、お、100% ですよーん。こんにちは。何かここは王立図書館でーす。図書館だな、ここは。話しかけれる人はいないですね、ここは。よし。こんにちは、あなたは。どちら様で。なんか今持ってないですか？お、100% 全体に攻撃する技、アイテム。ねえ、魔法使いいなくても精霊石があったら、実は、いらない説。うん。でも、能力とかあるもんな、絶対。隠されたアイテムの情報で。ありがとう。さあ、盗んじゃおうぜ。お、精霊石。復活のオリーブ。もらっとこうか、80%。ちょ、ドキドキするよね、盗む瞬間。さて、王立学院、入ってみましょう。おっと。なんか画面切り替えあるってことは広いのかな、ここ。ね。広いわ。学校だね、完全、ここ。あらー、オートの学校ってことは、お坊ちゃんたちが通う、すごいとこってことだよ。なにこの学長の部屋でしょ、絶対。めっちゃ金持ってそうやな、ここ。なあ。部屋恐ろしい。ね。校長室みたいなとこみんな入ったことある？俺、実を言うとそういうの全然入ったことないかもしれん説。ね、だからドキドキするやろな、呼び出されたりしたら。で、話しかけれる人が一人もいないっていう。多分この王城はね、このストーリーの時に多分使うのかなと思います。うん、ストーリーのところでなんかいろいろとイベントが起こるのかなっていうね。隠されたアイテム、プラム。
ねえ、プラムってなんかあれなんだっけ、ブドウみたいなやつ、ブドウじゃ桃みたいなやつらしい、スモモ？ねえ、スーパーで売ってたわ普通にプラムって。俺買おうかなんだけど、やっぱいらねえと思って買わなかったんだけど。ね、美味しいんすかね。さてまたアイテムです。ありがとな。なんかいい感じのアイテムねえかな。全部 100% じゃん君。全部店が買い取ってくれるもの。財布盗んで財布店が買い取ってくれるってちょっと面白いよね。ね、大丈夫なんかここのこの世界ね、人から盗んだ財布これ買い取ってくださいって、中身抜けばよくないっていう。いやでダメだよみんな、財布拾ったらちゃんとコンビニじゃねえ、警察に持っていくんやねみんな。さてリオンくんのレベル上がったからだいぶ 100% 盗めるようになってきたね。ありがとな。いやうーん、なんかろくなやついねえな。よいしょ、アイテムがあります。宝箱じゃん、全部開けていいっすかこれ。イエーイ、ハーブ、プラムで、ブドウ、ありがとうございます。こんな野ざらしい宝箱置いとくなって。こっちもあるじゃん宝箱。ねえ、精霊石、精霊石系がすごい手に入るね、ここ。さあキッズどうした、 8%。 あ、待って、これ絶対レア、いいやつ、絶対いいやつ、全部全部いい。いや、よくないか、そこまで強くねえな、これよく考えたら。三河市の盾ぐらいでね、ちょっと欲しいのはストーンボートね。ちょっとこれだけ盗んどくか、この子供にこんにちはして。ね、隠されたアイテムだ。ね、人知れず城内に忍び込んでは持ち出している少年だ。実は王子は気づいているか見逃している。ありがとな。見逃してんの。ねえ、やつやな王女様は。じゃあちょっと盗んできますわ。おっしゃー、一発で盗めた、ゲロうまい。おー、ストーンコレポーも一発で盗めた、熱すぎ、笑った。さあとりあえずね、必要最低限はこれでいいかなと思います。弓ね、ストーンボーのが弱いな。意外といらなかったな。まあでも三河市の盾ってやつだけがかなり強いと思うから装備しとこうか。三河市の盾、回避がめっちゃ上がる。テリオンが回避率がすごい高いよね。テリオンと、あー、範囲とか三河市マスターですね。うん、範囲と防御力クソ高えな。うん、まあええか、とりあえず。よし、他の人もなんか盗むか。さあ、お姫様とかからなんか盗めねえかな。こんにちは。ああ、陛下は学問に理解ある方だね。え、学院の創立や図書館を作りになったんだ。あらね、はい、越見の間です。盗めるかな、越見からね、隠されたアイテムの情報ありがとうございます。ね、隠されたアイテムの情報ありがとうございます。ありがとう。お前らええやつやな、なんか持っとるか。ええもん、お、 100% 2つやん、精霊石シリーズね。え、弱点がね、ない時にはね、え、あのすごい使えそう。さあ、プラムとブドウ。なんかブドウ食いたくなってくるな。誰もおらんやんけーい。くそ、一見したかった。王様からアイテム盗みたかった。くそー。オリーブー。引き出しの、や、引き出しとかやっぱこうやって盗んでアイテムゲットできるのすげー便利だよね。あざっすすす。ね。これ誰だろう、この人たち。ね、小さな杯。結局こんなもんかなー。ね。よし、では、サイレスのストーリーじゃあもう始めちゃいましょうか。ではストーリー進めましょう。うむ、ホームを盗んだ犯人の目星はついた。話をしに行くとしようか。謎は解き明かしてこそだからね。探偵くん、君もしかして。サイラス、彼の名はサイラス。豊かな平原に恵まれた都市、ここアトラスダムで王立学院に仕える学者である。王女たちの家庭教師を務める傍ら、図書館で本を読みふける毎日を過ごしていた。ね、いい生活しとるな。そんな中、書庫の本が紛失する事件が発生。手がかりから推理した結果、容疑者の学者ラッセルがいる。地下研究所へ一人へ乗り込もうとしている。彼には仲間が必要だ。地下研究室ね。オッケーオッケー。とりあえず仲間にして行くか。さて、サイラスって何役だろう。魔法使いかな。わからん。この中でいらないって言ったら誰かって言ったらプリムロゼなんだよな。ハンイットでもいいかな。ハンイット、いやでもハンイットまだ便利なんだよな、なんだかんだ言ってね。では体験しましょう。プリムロゼちゃん、バイバイ。俺君のこと嫌いじゃないで。あ、学校で授業中や。ここアトラスダムの町の歴史は200年ほど前に始まった。200年続いてる都市ってことがすごいね。ふむふむ。このオルステラ大陸では一応古い部類に入るね。まあ、200年続いてたらそれは長いもんな、ほんと。そんな我が町と同じくらい長い歴史を持つ町が8年前に滅んだ。最近やん。何があったんやん。
魔物？その町の名前を覚えているかね、テレーズくん。誰テレーズって。なんか、はい、銀髪と金髪、ねえ、この二人は教科書めくっとる。焦らなくていい。そうや、じっくり。ああ、もう大人の余裕あるね。学ぶための授業なんだ。知らないことは恥ではない。ええ先生や。答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。いや、ねえ、すごい、慌てなくていいよって言われたら確かになんかねえ、ちょっと落ち着くよね。俺も慌てる人だったからなんだかんだ言って、俺も大人になったらそうやって慌てなくていいよとかいうね、いう風にしてますよ。やっぱ昔の経験を生かしてね、皆さんもね言ってあげてね、なんかそういう立場になったらじっくり待ってあげてね、せかせかしないで。ホルンブルグでしょうか。さあ、そこが滅んだ町らしい。ホルンブルグ正解だ。ホルンブルグは忘れ去られた古代宗教、その司祭であった王族を中心に栄えた古代宗教、宗教の町だったのかな。一方我が町はフラットランドに住む平原民族によって起こされている。なるほど、平原、豊かな平原のここね。当時のフラットランドの部族数は、ほう。メアリー殿下お答えを。こっちが王女様か。じゃあ金髪パツキン。はい、8つの部族がいた、そう伝わっています。賢いね王女様、勉強しとるな。正解だ。左です。誰だよね。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。女王様、王女様と一緒に勉強してるってすごいよね。俺だったら緊張して何も喋れねえわ。緊張してんのかな、もしかしたら。しかし200年ほど前、グランポートから侵略を受けた。グランポート、はあ。当時のグランポートは大陸中へその領土を広げようとした。あ、もう世界統一しようとしてたみたいな、ねえ、そういうとこやな。さあ、誰か入ってきたね。皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。なるほどね、8つの部族が争っていたけど外敵がいたことで結束したね。で、何？おや、もうこんな時間か。あ、続きは歴史って楽しいよね。うん、俺苦手やけど覚えらんねえんだよね、なかなか歴史って。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。勉強しておくように、予習しておくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。ね、結構緊張するよね、はい、次の質問で絶対聞かれるから勉強しなきゃっていうやつね。でも生徒に質問する方がね、ありがとう、勉強になる、覚えやすいよね、だいぶ。うん、どういたしまして、王女様。ではでは、先生しとるなあ。あ、ここで勉強してたんやな。はい、サイルさん、司書から伝言です。なんや、特別職の利用許可が下りたとのことです。あ、そう、マジ読んでくっか。素晴らしい、ありがとう。行ってみるとするよ。で、学者戦えるんですかね。サイラスは王立図書館は城の外だ、急ごう。でも踊り子でも戦えるもんな、この世界。なんでもありでしょう。はい、では図書館へ向かおう。さて、見てみましょうか。サイダスくんです。武器は杖だけですね。杖ですね。何も持ってないですね。で、スキルとか何覚えてるんでしょうか。アビリティ、火炎魔法、氷結魔法で、雷撃魔法、大火炎魔法とかね、かなりやっぱ魔法系を覚える感じが。オフィリアが全体魔法系を覚えるとしたら、こっちは単体魔法を覚えるみたいな、多分そんな区分けなんですかね、多分。あ、出た、銀髪ガール、テレーズさん。どちら様ですか、テレーズさんって。さっき教室いたよね、君。なんで下いるの、もう。おかしい、おかしい、ワープした、ワープした。何、質問か。あ、王女様が走ってきた。サイラス先生。なんや、君も今右音になんで左行ってるの。ワープしないで。ねえ、お疲れ様です。よかったです、また近くにおいでで。なんだい。いや、何かご用ですか、メアリー殿下。今日の授業に内容についてお聞きしたいことがあります。なあ、いいよ。熱心やな。私は学者だが、君たちの教師でもある。喜んで。お答えするよ。もう、イケボやこいつ。だが、この後用事があって、長いはできないが、それでもいいかね。はい。それで結構です。出た、王女様。ホルムルグに伝わった古代宗教とはどんなものだったんでしょうか。ああ、気になるね、確かにこれ、古代宗教って。それはいい質問だ。
ねえ。だがホルンブルグ滅亡の際にその記録はほぼ失われてしまった。なるほど。古代宗教は何かってわからないんだ現状。これはあくまで推論なのだが、古代宗教の司祭であった王家が何かを守護していた。私はそう考えている。その根拠としては、なんか守護していた。へえ。談笑する。楽しそう。憎い。ギギギ。私の先生になんてことを。あの王女許せないわっていう。多分これ愛憎の物語やで、多分ね。えありがとうございます。お急ぎのところありがとうございました。どういたしまして。いや、生徒の質問に答えられるのは大変喜ばしいことだよ。疑問が生じるということは真剣に学んでいる証拠だ。確かにね。なんでってなるのもすごいことだもんね。お聞きする歴史の話はいつも興味深いです。過去から学び、より良い未来を民を導く、それが王族の務めだと思っています。ねえ、いい王女様やな。それはとても素晴らしい考えだ。殿下のような聡明な方に導かれるこの町の民は幸せだ。そのお手伝いでできているなら幸いだよ。近い近い近い。ありがとうございます。私も先生の生徒になれて嬉しいです。おっと、ではそろそろ行かないと。ね、テレーズさん、ずっとそこで隠れてんだけど、何話聞いてたんか。盗み聞き、やばい、やめろ。はい、王女様帰っちゃった。あの王女様は、あのテレーズが声かけようと しててやったのか、それともって感じ。あ、いること気づいた。テレーズくんじゃないか。似てました。あ、すいません、似てました。あ、おはようございます。君も質問かな。いい、別に。失礼します。わー、気使っちゃうタイプや。これ後に用事があるっていう話聞いてたから走って行っちゃったよ。どうしたんだろうテレーズくん。ねえ、わ、どういう物語になるんやろな、これ。ねえ、いや、もう絶対これもう、あの女の子2人がこの先生にガチ恋やって、ガチ恋で、取り合う醜い女の戦いやって、絶対違うかな。だ、イケメンって罪やな、ほんま。特別チョコを利用したい。頼むわ。はい。サイラスさん、ずいぶん嬉しそうですね。いや、ついに聖火教会誌が寄贈された、そう聞いたのでね。何聖火教会誌って。古代宗教の話。なるほど。そういうのに耳ざといですよね。ではこちらの書類にご記入を。あ、さあ読んじゃおう。その方が盗まれたのかな、もしかしたら。ね、それはだるいな。ふむふむ、ヘムヘム。何笑っとんねん。おや、どうした、何かおかしいことでもあったかい。王立学院にそのありと言われ、人ありと言われた天才学者さんと言われる割に、あ、天才学者なんだこの人。まるで子供のように目を輝かせているものですから、つい。で、好奇心が強いんだろうね、やっぱ天才っていう人たち。ね、言い得て妙だね。確かに子供が、おもちゃを欲しがるように、私は新しい知識を手に入れることがこの世のどんなことよりも楽しく嬉しい。すごい、みんな見習えよこれ。受験生特にこれ勉強し、この人の言うことですね、しかと胸に刻めよ。でしょうね。いや、俺も新しいことをね、新しいゲームするのが俺は好き、はいね、ゲームをどんどん進めるのが好き、初見プレイが好きです、ね、僕も子供です。さあ楽しい時間をお過ごしください。ありがとう。そうさせてもらうよ。じゃあ本読んじゃおーっと。ここが特別書庫。カビくせえな、ここ。ん？おかしい。聖火教会しかない。む。どこにあるの？盗まれたってやつがやっぱ。置き間違えられたか。近くの棚にはない。誰か借りてる？ここは貴重な本が多数置かれた書庫だ。おざなりな扱いはしていないはずだ。ではどうして？ふむふむふむ。サイラスさん。学長がすぐ来るようにと。師匠に言っとき、ちゃんと本ないでって。ん？こんな時になんだろう、仕方ない。君に頼んでもいいか？はい。何でしょうか？実は。聖火教会誌が見当たらなくて、探しておいてくれないか？あれ？おかしいですね。わかりました。では。よろしく頼む。ねえ。よし。
さて、司書さんに任せた完璧やろ。さあ、学長が話してたんだろう。さあ、学校ですね、ここ。サイラス・オールブライト、参りました。入れ。入りたまえ。出た、イボン学長。こいつが悪いやつかな。誰だろう、悪いやつ。ねえ、悪そうな顔してるかな、こいつ。わからへん。呼び立ててすまないね。なんだい？奥にいる綺麗な人は誰ですか？何のご用でしょう。こんにちは。君の書いた魔法学の論文。うわ、こいつ悪いやつやじゃ。あれはなんだね。なんで怒られてんの？なんだねと言われましても、お読みになった通りです。何書いたんだろう、論文に。ね。論文の内容を言っているのではない。何？内容じゃないって。論文に用いた参考文献のことだよ。なぜ引用したのだ？ダメなの？引用したら。あれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。いたずらに広めて良いものではない。なるほど。論文で発表するなどもってのほかだ。確かに言いたいことはわかるね。貴重なものを見せてはいけないやつを引用したってこと。まあ確かにな。反論してくれ。あの資料の価値は認めます。だからこそもっと大勢の学者に。そんなことをする必要はない。学院の資料は学院のものだ。まあこれはもうどっちが悪いとかないよね。ほんと目悪そうな顔してるけど。それではくどい。話聞いてくれ。ダメか。これは何を言っても聞いてくれそうもないな。賢いからすぐ引き下がる。学長は知識を勲章か何か自分のみでめでるものだと思っている。知識は独占してこそ価値がある。なるほどね。そういう考えの方なんだ。申し訳ありません。以後気をつけます。はい。ご用はそれだけですか？終わり？ああ、それだ。あ、よかった。クビになるかと思ったわ。で、では失礼します。そうそう。なんだよ。書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。お前それがあったから呼び出したやろこいつ。覚えとけよ。え、笑っとんねん。やれやれ、嫌がらせのためうぜえなこいつ。はい、では失礼します。で、奥のあの女性誰やねん。あれ秘書ねえ。いいな、俺も秘書が欲しいわ。誰だ？失礼します。あ、女の子。誰だこれ。テレーズか王女か。テレーズだ。それで何かな。何？はい。あのサイラス先生のことでお話ししたいことが。何？こいつ何を言ってるのねえ。ちょっともうあいつやべえやつなのかな、もしかしたら。テレーズくん、さあ図書館にもう一回入りましょうか。盗まれてるのが分かんないけど、見つかんない本が見つかるかな、これで。サイラスさん。はい、なんすか。あの本教えて。どこ行ったのあれ。いや、さっきお願いした成果表示が見つかったかい。なかった。それが。え、で直前に入った人やで、犯人は。見つからなかったから盗まれたと考えるべきだ。そんな。この書庫の方は持ち出し厳禁です。出入りの確認をしてますし、鍵は一部の人しか持ってません。では一部の人が入った人でしょ、一応。そんな場所から本を盗むなんて不可能ですよ。いや、ちゃんとチェックしてたんか、本当に。持ち出し不可能の書庫、消えた蔵書ねえ。これが盗まれたものだとしたら立派な事件だ。謎だねえ。探偵もの、もしかして。謎は解き明かさなくてはならない。学者としてそう思うんだが、君はどうだい？聞く必要ある、それねえ、それは学者ではなく主演のお仕事だと思う。確かにまともなこと言ったで。要するにサイラスさんは自分で解き明かしたくなったと。サイラスのキャラつかめてきたね。うん変なやつですね、こいつも。昔からどうしても謎があると解き明かさずにはいられない。探偵物のゲーム作れんじゃん、一本。助かるのでいいですが、英国紳士としてはね。いや違う違う、それレイトン君。サイラさん、本当に変わり者ですよね。やっぱ頭いい人はそういうの大好きなのかな。
さあこちらを任せてくれ。はい、よろしくお願いします。さあサイラス、謎同士でどこか。さて調査開始だ。どうしようかね。わっ、うん、4つくらい情報が欲しい。的確な数。書庫の鍵については師匠が把握してる。あとは図書館に出入りする人物、主演と学者、それから学長あたりを探ってみよう。さあフィールドコマンドね、Y ボタンで探ることができる。なるほどね、これはあれだね、アーフェンの、聞き出しとは違う感じか。学者だ。鍵を持っている。しかし居眠りするなど管理は不十分だ。盗まれた本の価値も知らない。なるほど。次の近況、よく居眠りをしている。探ってみよう。ふむふむ。ねえ、鍵は外にいる守衛と学長が所持している。なるほど。なるほど。はい、次、学者ですね、これが。ふむふむ、なるほどね。鍵は持っていないが、本の価値は知っている。ね、借金がある。ラッセルの近況。なるほど。こいつ今借金しとんのか。研究邪魔しないでくれ。で借金しとるあいつが犯人かつ、守衛とか司書が怪しいって感じですかね、ここは。ね、引き出しできるのは、ね、学長とかだけか、あとは。行ってみようぜ。で、テレーズくんが何話したのか気になるよね、ほんと。サイラス先生ってことなんですが、ね、王女殿下と、ね、親しい仲にあるようですって言われるのかな。うせえ。おや。何の要件かね、うせえ。ほう。ふむふむ。鍵を持っている。彼自身は、しばらく書庫へ来ていない。鍵は厳重に保管されている。さあ、これで全ての情報は、ね、ゲットしました。さあ、学長は多分関係ないでしょう。よし。ねえ、鍵を持っている人物は、学長と主演。選ばんのね。選ぶんか、ここ。ちゃんと考えなあかんね、ちゃんと。鍵は学長と主演、二つだけ。まあ、おそらく主演でしょうね。主演の鍵、学長は使っていなかった。で、主衛はよく眠りしてた、居眠りしてたって言ってたもんね。学長は書庫には来ていない。鍵は厳重に保管されている。次は主衛だ。居眠りするなど仕事上問題も多い。こいつ首にしろ。それを知っている者ならば、誰でも鍵を手にする機会があるだろう。はい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 ってやつね。は、主衛が犯人である可能性はないでしょう、そこは。本の価値を知らない。いいな。犯人は価値のある本だけを選んでいる。相応の知識がある人物に違いない。ね、主演には無理だ。出入りする学者が犯人だ。ラッセルでしょ、おそらく犯人は。ね、こいつやな。ね、金の困ってる学者がいた。主演との賭け事に負けてっていう草。つまり犯人はラッセル。1個しかねえやん、答え。学者のラッセルだ。ぶっ潰してやる。覚えとけ、あいつ。ここまでは推理できたわけだが、ね、証拠がないな、証拠。さて、答え合わせと行こうか。いざラッセルの元へ。で、ラッセルは地下研究室へ行ったみたいな話か、それで。ラッセルはそこにある地下研究室で研究をしている。ね、魔物おるんちゃうん、それって。あそこ、先開いてなかったのにね、ここは。ふむふむふむ。もうええか？では。乗り込んでみるか。で、それには仲間が必要だ。これでテリオン君たちに戻るわけやな。なるほど。というわけで、容疑者の男に会いに行く。はあ。なかなか好奇心旺盛だ。謎は解き明かさなければならない。なぜなら、おっと、長話になる。よろしく頼む。ね、地下研究室に向かおう。よーし。さあ、これでラッセルが仲間に加わった。今からね、学長、学者連れて行きましょう。ということで、じゃあ今回ここまでにしましょうか。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価、コメントなどよろしくお願いします。学者強いかな？強かったらいいんですけど、まあ、しばらくは市中活劇さんだって無双していきましょう。まだ全部一章ですのでね、早くどんどん進めていきたいと思います。また次の動画も見てください。アスペアを。